どうも、西田渉です。本日なんですけれども、EOS R5 スペック徹底解説っていうところでね、皆様に解説していこうかなというふうに思っております。発表されましたね、EOS R5。長かったですね。本当に2月ぐらいから僕、多くのね、動画を R5 関連で出してきたと。やっとホームページで発表になった。そして発表の後っていう形でね、今収録ちょうどしてるんですけれども、まあ、細かいね、本当に詳細の仕様みたいなところはまだね、ホームページ上で上がってきてないかなっていうところであるんですが、やはりもういろんなものがね、もうやっと確定した。そして発売がおそらく7月の末であろうっていうところでね、値段もだいたい40万、50万弱ぐらいという、その辺のイメージで固まってきてるっていう感じですよね。いかがでしたかね。本当に僕もその R5 見て、まあ実際にハンズオンの動画も出してハンズオンで触ってきたんですけども、これは来たなっていうね、感覚がありますね。本当にすごいカメラだな、これはっていうね。ほぼ撮れる。撮れないものはない。までいけるかどうかは別としても、ほぼ撮れるっていうのがね、率直な感想かなっていうふうに今思っております。まずね、この EOS R5 スペック徹底解説に際して、まず結論なんですけれども、1DX Mark III のライブビュー版カメラ。こういった形でね、結論つけておこうかなと思ってますね。なんで、1DX Mark III をライブビューで覗いたまんま撮る。それライブビューを覗いて撮る。それの高画素版っていう風にね、考えておけば、ほぼほぼ間違ってないかなっていう風には思いますね。もちろん、堅牢性とか圧倒的な連写とかね、そういったところではもちろん 1DX Mark III 最強なんですけれども、僕がまずね、1DX Mark III 触った時の初見がね、ライブビュー撮影した時のトラッキング性能の凄さに驚いたんですよね。このライブビューの性能をそのまんまなんか良さあるみたいな形で撮れればいいのにみたいな感じで思っていたら、ハンズオンでね触った感じ、 EOS R5 ですよね。まさにそれが EOS R5 にドンと乗っかってきたような感覚がありました。本当にすごいカメラなんでね、もうとにかく早く1秒でも早く手に入れたいっていうねそういった感じですよね。で、今からね、そういった 1DX Mark III のライブビューカメラで EVF が乗ったカメラということですね。で、深掘り解説をしていこうかなというふうに思っておりますね。まず深掘り解説1点目なんですけれども、AF 性能、トラッキングですね。ずっと追っかけて連写したりするという、その性能がね、異次元かなっていうふうに思っております。よく僕もね、ライブ配信とかで、1DX Mark III をカチャッとライブビューにして、僕の顔に焦点を当ててね、ひたすらバーっと連写するわけですよね。その感じが、もうまさにね、R5 に、そのままこう、ファインダー覗いて、ダーっと追っかけて連写ができると。それをどんどん CF Express で書き込んでいくと、ローのデータをですよね。4500万画素なので、もしかしたらある程度でバッファが詰まっちゃう可能性はあるんですけれども、でもかなりの確率でそういったことがね、トラッキング性能に関してはほぼね 1DX Mark III と変わらないとっていう風に考えてていいのかなと思うので、まず第1番目にすごい強烈な性能の一つとしては AF 性能、その中でもトラッキングの性能ですね。瞳オートフォーカスとかも、とか頭部検出とかね、もうほとんど人のこの部位に関してはもうほぼもう逃さないぞっていうところになってきてるのかなっていうふうに思っておりますよね。キャノンはですね、デュアルピクセル CMOS AF2 っていうふうにね、名付けておりますね。まあ、EOS R の時から僕はそのデュアルピクセル CMOS AF がすごいと、本当にすごいんですよね。EF レンズ自体も30年前の EF レンズも復活するぐらいすごいんですよ。おそらくなんですが、DP CMOS AF2 ですよね。これはもうほぼね、1DX Mark III のライブビューに入っているトラッキングがそのまま EOS R5 に載せてきたと。そういうふうに考えておいて間違いないのかなと。それをあえて名付けるとすれば、デュアルピクセル CMOS AF2 ということに、ね、なっているのかなというふうに思っております。もともと開発段階で 1DX Mark III のそのリソース、AF のリソースがボンとね、EOS R5 に乗ってくるっていうふうにね、アナウンスもされていたので、おそらくですが、そのトラッキング性能とか、実際に僕をもう一回実機で本当にトラッキングしてみてっていうことにはなりますけれども、あ、これは多分 1DX Mark III だなっていうふうに感じれそうなイメージでおります。で、次なんですけれども、デジック X が搭載されるってことですよね。9とかで来るのかなとか思ってたんですが、今までね、1DX とかの絶対最高峰のカメラよりかは、絶対に 5K は落とすっていうイメージがあったので、新開発のデジック9あたりで来るのかなと。で、デジック X に関してはもう孤高の存在というふうにするのかと思いきや、もう惜しげもなく EOS R5 にドンと乗せてきたってことですよね。要は映像エンジンです。ISO 感度だったりですとか、その高感度耐性とかね、そういった色の吐き出し方とかのエンジンですよね。相当美しいことになるんだろうなっていうことが予想されますね。新しいね、ホームページでも上がってきてましたけども、なんか杉の木立のようなね、写真が上がってきたんですが、パッと見ただけでもね、相当解像感あるし美しい描写だなと。RF2470 の F2.8 の第三元レンズでそれを撮影したっていうね、
あのなんだろうデータが載ってましたけども相当綺麗な描写だなっていうふうに思いましたよね。で次なんですけれどもファインダーの性能が劇的に優秀、性能が上がってます。これはもう僕が実際にねハンズオンで覗いて滑らかさ優先にして576万ドットかな、それで、リフレッシュレートが120かな 120fps とで覗いたらもうね本当にヌルヌルしてると感じると、本当に 5D マーク4の光学のファインダー覗いてこうやって物を見てるようなもうほぼそれっていう風に思っておいて間違いないかなっていう風に思っております。で何よりも暗い場所でもそれはある程度、ね、EVF なんで明るくなってくれるのでそういった意味でもね間違いなく便利。やはり光学ファインダーのやっぱりマイナスなところは暗いところは 暗いんですよね、当たり前ですがね光学なんで。なので暗いところでもある程度明るく見えてヌルヌル動いてくれると、もしかしたらリフレッシュレートは暗いところだとちょっとね 60fps に落ちる可能性はありますけれども、その辺は実際の実機を触ってみてねまたね細かく皆様にお伝えしていこうかなというふうに思っております。ただこういった普通のね室内光がある室内とかでの覗いた感じではもうめちゃくちゃヌメヌメヌルヌル動いてた、要は光学ファインダー覗いてるのとほとんど変わらないというイメージでしたね。本当にすごかったファインダー性能が。で次ですよね、やはりね操作系が秀逸優秀ってとこですよね。例えばですが EOS 5D 機をお使いの皆様、そして 1DX マーク2マーク3お使いの皆様もじゃあ EOS R5 を入って渡されて、じゃあ明日から使ってみてって言われたらもうすぐに使えますね。これ僕も持った瞬間にめちゃくちゃ安心感ありました。いつも仕事で使っている 5DSR そして 5D マーク4とかね、そういったものと背面の操作系がほぼ一緒、その割にはボディが小さくなってるのでね、ちょっと不思議な気分にはなるんですが、背面のねこの電子ダイヤルとかね、そういったところのユーザビリティ、ユーザーインターフェースはもうほとんどね 5D マーク4と遜色なく違和感なく使えるっていうところでね、小型になったけどもそこら辺の操作系も犠牲にしていないっていう感じでした。なのでこれがじゃあ明日から実際のところ白掘りで、モデルカットを撮影してくれって言われた時も了解ですって言ってセッティングだけちゃんとできればもう問題なくねすぐに撮影に入っていけそうな感じがしてますね。すごい楽しみです。なのですぐに自分にコミットできそうなカメラっていうイメージですね。特に 1DX5DK のユーザーはもう明日にでも乗り換えられると、これが強みかなっていうふうに思いました。で次ですね、ボディ内手ブレ補正のおかげで EF レンズが復活するってことですよね。これもうかなり僕はもう EOS R の時からねかなり言っていることなんですけれども、例えばですが EF の2470の F2.8 第3元の2型 EF レンズの中での最新のプライムレンズですよね。それとかを、まあ、要はボディ内手ブレ補正スタビライザーがついていないんですよ EF の2470 F2.8 はね、それを R5 にガチャッとくっつけるとマウンドアダプター系でね、そして5段ぐらいの、ね、手ブレ補正が効くってなると、その EF レンズ自体にスタビライザーがついたってことになりますから、また違う次元ですごい優秀なレンズになってきますよね。でさらに先ほど申し上げた DPCMOS F2 ですよね、2型のトラッキング性能と AF 性能がめちゃくちゃいいはずなんで EOS R でもめちゃくちゃいいんですよ。でもそれよりさらに上、要は 1DX Mark III のトラッキングなんでめちゃくちゃいいはずなんですよね。なのでそこのピント性がガチン合うんで、そうなるとレンズ性能はもともといいのでね、光学性能はね EF レンズっていうところで最強描写っていう風になってきても過言じゃないのかなっていう風にはね思っておりますよね。で次ですね、バッテリーの互換性ですね。これ本当にキヤノンさすがというか優秀というかね感謝ですよね。新しいバッテリーが LPE6NH ってやつですね。今までは LPE6 そして LPE6N っていう感じだったんですけれども、 EOS R ぐらいまではね、次から H になりますね。これはやはり EOS R5 がね多分電力食いなんですよね。特に EVF に相当パワー持っていかれるみたいで、 EVF 使って高照値 LPE6NH を使うと事実上滑らかさ優先で200-230枚っていう風なアナウンスがあると、それこれ相当使えないですよね。シャッター枚数がね切れないと。で実際に使っていくと、まあ実際に本当に230枚で終わるのかっていうと、うん、それで終わっちゃうとねちょっと問題かなっていうのはね実際感じてます。プロの現場とかで撮影していくってなると、ちょっと200枚でもしも本当にアウトになっちゃうバッテリーであれば、消費電力であればねちょっと悩ましいところかなっていうのは、もう絶対に滑らかさ優先で使うのは前提ですからね。本当に光学ファインダーのようにモデル撮影とかで使っていくってなると、バッテリーの差し替えが頻繁になるのはちょっとね致命的なところかもしれませんが、ここばっかりは使ってみないとわからないと。要するにあれよりかは持ちが悪いよねみたいな感じになるのか、もう全然ダメだってなるのかっていうのはね、これは
実際に実機で試してみなきゃいけない場所かなっていうふうに思っておりますね。なのでまだここでは、ここで結論付けるのは時期早々かなっていうふうに思っております。はい、ではね、総括に参りますね。ちょっとね、抽象的な感じになるんですが、総括に関してはもうね、これ買えば間違いなく幸せになるカメラっていうところですね。もう多分ご覧の皆様はそりゃそうだろうと50万円するカメラをね買って不幸せになるやつがどこにいるんだってことなんですが、ただね、やっぱ言葉にしたいですよね。これは幸せになるだろうなって思いました。僕持って覗いて、ファインダーよし、 EVF がここまで進化できたかと。まあ本当にライカの SL みたいなファインダーが乗ってきてました。優秀なね。その上で 1DX Mark III のトラッキング性能がそのまま移植されてるっていうところですよね。本当にすごいんですよ、 1DX Mark III ね。ライブ配信とか僕の見ていただければ、本当にその優秀さとかがね、本当に分かっていただけてると思います。なのでこれがね、とにかく買えれば、なんで資金繰りっていうところもありますよね。なので、ね、一概には言えないんですが、買えればね、買えば間違いなく幸せになるとね。そして次なんですが、新時代を本当に体感できるってとこですね。このトラッキング性能と描写性能っていうところで、自分がね狙ったところにピント合わせるってことももちろんできますし、ある程度カメラ任せで押しただけでも相当バチンっていうね、解像感の高いデータが吐き出てくる。そして RF のレンズですよね、 RF50mm とかと組み合わせてポートレートを撮った時にはね、本当にフェーズ1とかに迫るような描写性能、ハッセルブラッドとかねに迫るような描写性能が出てくるんだろうなっていう感覚でいます。なので本当に楽しみ、早く手に取りたい。そういうのでポスター撮影とかね、結構大伸ばしのプリントとか個展とかでもね、自分の作品を大伸ばしプリントしたいなっていうふうに思ったりしてますよね。なので新時代を本当に早く体感したいっていう感じですよね。僕のね、この 1DX Mark III を触った時、発表会とかでね、キヤノンさんに触らせてもらった時の初見の感想がですね、このライブビューの性能で EOS R のように撮影したいっていうのがね、初めての初見のね、素直な気持ちでした。そしてそれがね、EOS R5 がまさにそのカメラっていう感じなんですよね。本当に僕が望んでいたものが全部 RF システム、 R のカメラとして入ってきてるっていう感じなのでね、もう本当に楽しみしかないっていうイメージですね。っていうところで、全てにおいて万能っていうところで総括できるのではないかなと思ってます。鳥にまで瞳 AF が可能っていうところを歌ってくるってことは、鳥って要はめちゃくちゃ動きますよね。その動いたものに対してもトラッキングしつつ、ちゃんと高速連写、そしてシャッターのね、その瞬間で撮れるっていうね、レスポンスっていうところにも自信があるからこそ、鳥の目にも瞳 AF が入れてますっていうところを歌ってるはずなんですよね。じゃないと結局はそこの、ね、瞳 AF があったとしても、あって思った瞬間に撮れないカメラであれば、まあ宝の持ち腐れになっちゃいますよね。そういったところでもう全てがこう一体となったトータルバランスよくできてるはずと。なので動き物も強いですよっていうところがその辺で実証されてるんじゃないかなっていうね、感じはしてますよね。なので例えばモータースポーツとか、スポーツ関係、そして鳥、戦闘機とかね、そういったものを撮られる方も R5 はもしかしたらこう視野に入ってくる、 1D系ではなく 1DX 系ではなく EOS R5 で撮ってみようっていう風なね、感じが起こるんじゃないかなっていう風にはね、思ったりしてますよね。ここはもう極論ですけれども、この1台導入してしまえば、もちろんね、予備機としては1台は必要ですが、1台で何かを撮りなさいって言われたら、ほぼ撮れないものがないんじゃないかなっていう風なね、想定が今しております。秒間12コマだったら昔の 1D ですからね、昔の 1D 系ですから、そう考えた時にはね、もう12コマメカで切れるっていう、撮れるってことになったら、もうほとんど撮れないものがない。あとはその消失時間とかあるんですけれども、撮った瞬間にカシャッと切れるミラーといいますかね、そこの消失時間、そことかもありますが、 AF 性能とかね、そういって連写の性能、そういう消失時間とか、そういったもののトータルバランスというと、僕もこうレスポンス切った感じではね、よく撮れるなっていうのがね、本当に素直な感想だったんですよね。なので、極論かもしれませんが、この1台で撮れないものはないっていうふうに現状言っておこうかなっていうふうにね、思ったりもしております。はい、いかがでしたでしょうか。いよいよ始まりましたね。これから僕はまあ今これがファーストインプレッションで、カタログデータだったりホームページのデータから推測できる、そしてファーストハンズオンの20分間のハンズオンで得た経験知識を今皆様にお伝えしている状態です。いよいよ実機がまあ4月末とかに来て、
て触っていろいろ撮ってみて、どん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 ね、いいところ悪いところっていう形でね、いいところも悪いところも皆様にお伝えしていこうと思っております。ここに関しては忖度なくね、どんどん発信していこうと思いますので、皆様のねお役に立てればっていうふうにはね思っております。ということでね、ぜひねこれからもご視聴いただけたらと思いますので、合わせましてチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。現在 Facebook のグループなんですけれども、オンラインサロンであります西田渉フォトカレッジを運営いたしております。 WNPC という、ね、タイトルですね。こちらはですね、1200名を超える受講生の方々と週に1回出すお題をね、皆様がそのお題に即した写真を皆様が写真をアップロードして、そして写真リテラシーの高い1200名の方々で切磋琢磨してどん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 成長していくようなねカレッジ運営をしております。ご参加がまだの方、そして興味がある方はね、ぜひ概要欄からジャンプしていただいて、ぜひ、ね、ご参加いただけたらと思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。